え、もう始まってる？え、あ、え、え、あ、もうじゃ、もう始めた、中継始めた、あ、すいません、すいません、あ、はい、あ、はい、聞こえます、あ、はい、本日もよろしくお願い、はい、本日生中継、はい、よろしくお願いいたします。え、あ、はい、そうです、あの、さっき、あの、新幹線で来まして、さっき、あの、タクシーを降りて、あの、今、楽屋の前に着いたところで、あ、はい、そうなんです、あ、もう曲始まります、あ、あ、曲のご準備の方、あ、すみません、わかりました。あ、はい、本日あの1980年代縛りということで、え、一生懸命歌わせていただきますので、よろしくお願いいたします。はい。あ、もう曲の方始まる。あ、はい、すみません。じゃあ、お願いします。1980年代縛り始まりました。最初に歌わせていただきましたのはあのピンクレディーさんのペッパーケーブという楽曲でして、あの私が小学校の頃からもあのずっとあのカラオケの方であの歌わせていただいておりましたので、本当にあの今回歌わせていただいて大変光栄に思っております。はい、ということであの1980年代縛りということなので、あの80年代に縛っていろいろとやらせていただこうかと思うんですけれども、あのちょっとこちらであのあの台本をちょっと見ながら進めさせていただこうかと思いまして、はい、ということであの1980年っていうことですので、あの今回はですね、あの前回2000年縛りというものをあの前回にやらせていただいた時にもですね、あのちょっと言葉遣いだったりとか、あのもう本当にあのファッションだったりとか、その時代のあのなんていうんですかね、そういう雰囲気をあの中にあの混ざっているような感覚、なんていうんでしょうかね、やっぱりあのその時をこうあの彷彿とさせるようなあの配信ができたらなっていうふうに思っておりましたので、あの今回もそういうコンセプトのもとあのやっていくと思います。そしてですね、あの今回こういう喋り方はですね、あの1980年代の動画を見ましたらですね、あの皆さんこれぐらいのあのやっぱりあの生放送ですからですかね、やっぱりこうちょっと言葉がちょっと早口だったりしましてね、そしてあのちょっと私が思うのではですね、あの今2022年ですけれども、やっぱり今2022年よりもやっぱこう使ってる言葉がちょっと上品と言いますか、今の私のこの Z 世代からしましても、やっぱりあの言葉ですね、使ってらっしゃる言葉がですね、その当時はやっぱりあの品があるなっていう印象を受けましてですね、それからやっぱりあのこのスピードですね、あのこのスピードっていうのはなぜあの早いんでしょうかね、1980年代の時の、 あの歌番組とか結構皆さん早口だなっていう印象ですね、早口じゃないのかな、もしかするとあのテープだったりとかそういう問題でちょっと早く聞こえるのかな、わからないですけども、なんかちょっと私からしてはそういう印象がございまして、あのそういう雰囲気で今あの真似させていただいてるんですけども、あの1980年代をあの本当に生きてらっしゃってる方にはあのはですね、多分あのこいつ何やってるんだという感じであの見てらっしゃるかと思いまして、やっぱちょっと違うと思いますし、あの
なので1996年 の、 あの女の子がちょっと一生懸命頑張ってるぐらいの感じで見ていただけるとあのちょうどいいのかなっていうふうに思ったりもなんとかして、はい、でおります。ということであのちょっとやっぱりですねここであの MC ちょっと長めにしますと今2022年あのやっぱりスワイプでどん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 こうねショート動画だったりとかいろいろこうスワイプでどん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 こう飛ばされてしまう時代にもなってきておりますのであの本題のね楽曲の方をちょっとあの早く歌っていきたいと思います。はい、あ次の楽曲の準備あよろしくお願いいたします。はい、よいしょ、え、あ、はい、ではお願いいたします。はい、あの歌わせていただいた曲はですねあの最初に、中森明菜さん の、 あの少女 A であの次にあの安葉さんのフライデーチャイナタワーの歌わせていただきました。はい、ということでちょっと自分であのアレンジしたピアノが結構ハードでですねなかなか息切れとあのもう手が死にそうでちょっと、ね、大変な感じになっておりますけれども続いてあの MGC の方を進めていきたいと思います。あのまずはですねあのこのファッションですからね、80年代 の、 あの楽曲をやるということになりましたからあのどういったあの衣装の方がいいかなというふうに考えましてですね、やっぱりそうなんですけどもやっぱ80年代の衣装というものがですね、私はあの持っていなかったものですからあいやどうしようかなっていうふうに考えた時にですねいろいろ考えて悩んでいたところ、私が20歳の時に、買った、服のことをパッと思い出しまして、あ80年代縛りの時にこの服を着てでそこにあの時のこの間1年前ぐらいに買ったあのスカートを合わせてでやったらきっとあの80年代 の、
あの雰囲気に合ったあのそのコンセプトで、ね、やれるんじゃないかなっていうことが私の頭の中にパッと浮かびまして、えそうなんです。なので、今回あのこのえっていうのがこの衣装になるんですよね。えちょっと見て、あちょっと拝見させていただけますかっていう感じですか。あはいどうぞ見てください。はいこういう感じで、はい、えでこの服なんですけど、あの私があの二十歳の時にあのビビアン・ウェストウッドにちょっとハマっていた時が、ハマっていたといいますか、あのちょっと買っていた時期がありまして、あのこちらがあのビビアン・ウェストウッドさんの、ラブジャケットというものになるんですけど、あのこのラブジャケットがですね、あの確か私 の、 あの辞書によると、私の頭の中の辞書によりますと、1980年代の半ばだったり86年7年ぐらいの時にあの誕生したと言われているんですよね。でそのこのビビアン・ウェストウッドのこのあのラブジャケットもですね、この元祖ラブジャケットと言いまして、あの今いろんな形が出ているんですけども、あの一番の初期の一番の形のものを私あの所有しておりまして、あのその時の衣装はちょっとあの衣装と言いますか、あの私が私服にしていたものをちょっと引っ張り出してきて、このようにあの今回衣装にしているわけですけれども、あ似合いますって、ありがとうございます。あのこ の、 あのピアスもですね、あの一応あの今日この衣装と合わせていろいろ小物をごちゃごちゃ触っていましたら、あのこのピアスの方も出てまいりまして、これもあの一応ビビアムストゥートさんなんですよね。はい、あのなんであのなんかちょっと本当いろんな偶然が重なってこういうあのファッションができたという形になっておりまして、それからですね、あのもう一つあのお話をしますと、あのこのマイクですね、このマイクの上についているこのあのスポンジの部分なんですけれども、あのこれもですね、あの、1980何年のあの歌番組の方をですね、私が拝見させていただいた時にですね、あの皆さんあのマイクにこうやってあの、ね、今は普通のマイクで、あのあ今もそうですね、やっぱ時々ありますけれども、その時はやっぱり皆さん歌ってる時もこうやってこうスポンジがついていた状態といいますか、そして持ち方、手の持ち方がやっぱりちょっとこういうお上品な持ち方になっていたりとか、まあ、いろんな特徴がマイクの方にもですね、見えていましたので、あ私も80年代縛りをする際はあのマイク の、 あのヘッド部分が欲しいと思いまして、でここはですね、現代 の、 あのインターネット文化に大変感謝でございます。あのアマゾンさんの方であのこちらのマイク の、 あのスポンジ部分が売っておりましたので、あのポチッと購入させていただいて、あの、ね、こうやってつけてみましたらもう大変マッチするという状況で、本当にあの全ての事柄に感謝をしております。はい、そうですね。なのであの今回もそうですね、あの壁紙もね緑色で、そして衣装が赤ということで、まあ、ちょっと早めのクリスマスみたいな形で、あの色合いであのお届けできたらなというふうにあの今思いましたけれども、いろんな偶然がね重なることがありますね。そしてこうやってうまいことあの事柄が運ばれていくっていうのは大変あの空と 大地と海に全てに感謝でございます。ということで次の曲あの行きましょうか。はい、お願いいたします。ちょっと待ってくださいね。次の曲はですね、あのちょっと音色を変えてあの やろうかなというふうに思っておりますので、えちょっと待ってくださいね。あ危ないですね。えということで、あのはい、はい、それではあの歌わせていただきたいと思います。はい、お願いいたします。あ、すみません、もう一度お願いします。夜はないさ、あなたがぽつ
ということで歌わせていただきました。松田聖子さんの瑠璃色の地球の方歌わせていただきました。ということでここでスクリーンショットタイムということにしましょうか。はい、ということで、はい、皆さんご準備大丈夫ですかね。それじゃあね、せっかくなのでスクリーンショットタイムということで、はい、じゃあやらせていただきます。はい、でいいですかね。ね、マイクもちょっとこういう感じで持ちましてね、ちょっと上品に。それではいきます、せーの。いかがですかね、いかがでしょうかね。大丈夫ですかね。もうちょっと、はい、はい、ありがとうございます。ということで残すところも次の曲で最後というふうになりますけれども、その前にですね、一つ私、本日9時からですね、私オープンレックさんの方でですね、ファンコミュニティサイトの方を立ち上げておりまして、ファンコミュニティの方を立ち上げておりまして、9時からオープンレックさんの方に動画が1本上がります。そちらはですね、本日私がこの配信のために練習していた姿を動画にして配信しますので、もうちょっとね、みゆちゃんの練習してる姿が見たいだったりとか、どういう練習をしてるのかなっていうものにご興味ございましたら、そちらの動画の方を見ていただきますと、というふうに思っております。ちょっとコア向けといいますか、コアな方向けの配信となりますので、そちらもオープンレックの方もですね、月額っていうふうになっておりますので、ぜひそちらも入っていただいて、その他にもですね、一応ブログじゃないですけれども、ちょっと日常というか、もうちょっとこうリアルな現実といいますか、なんかなんていうんですかね、そういった日常の配信もしておりますので、ラジオ配信だったりとかもしておりますし、そういうブログ的なものも最近はちょっと滞ってしまってはいるんですけれども、そちらの方も更新してまいりますので、ぜひチェックしていただけるとと思います。はい、ということで、次の曲はですね、私が韓国の方にしばらく行っておりまして、その時に私が今回ちょっと待ってくださいね、私が今回配信している内容はですね、80年代の J-POP を歌っているわけですけれども、この曲も J-POP にはなるんですけれどもね、私がやっぱこの曲世界中で一時期流行りましたもので、私が韓国語でちょっと韓国にいるときにちょっと翻訳して歌ったりなんかもしましてね、なので今回せっかくなので韓国の方も見てらっしゃるということですので、韓国語と日本語混ぜてちょっと歌えたらななんていうふうに思っておりましたので、ぜひ皆さんね、ちょっと韓国語久しぶりに歌うのでちょっとどうかなっていう心配はございますけれども、ちょっとね、見ていただけるとと思います。韓国분들에게얘기를할게요제가지금이런좀말투가좀이상한데그거는컨셉트위해서하는거라서좀조금만기다려요조금만좀뭐라고해야될까좀조금만기다려요일단이거는제가한국어로좀일본노래인데한국어로좀번역을해서한국에있었을때그때좀불러봤어요그래서이번에는일본어랑한국어를좀섞어서노래를풀어보겠습니다그래서네여러분들들어주시면좋겠어요네하이ということで좀한국어는좀変な感じになっちゃいましたけれども それではちょっと歌っていきたいと思います。はい、ということで、じゃあ、歌います。これは取れますね。はい、ということで、最後の曲で頑張ります。
ということで本日も、1980年代縛りでした、ありがとうございました。また次回の配信も皆さんに良い配信ができるように精進してまいりますので本日も本当にありがとうございました。良い一日を、良い明日をお迎え、良い週末をお迎えください。ありがとうございました。